今回紹介するのは、ハーバードで一番人気の国日本という本です。世界最高峰の学び屋がハーバード大学であることに異論のある人はいないはず。しかし、そのハーバードで一番人気のある国が日本と聞いて、にわかに信じられるだろうか。本書では自らも MBA ホルダーである著者が、ハーバード大学経営大学院の教授陣を直撃取材。その肉声から、ハーバードはなぜ日本に学ぶのかの核心を描いたものである。企業の卓越した戦略、日本史の教訓、実はすごい日本人のリーダーシップまで彼らが語る。日本の強みは私たち自身に驚きと誇りを与えてくれるだろう。同時にそれは、日本がこれから世界をどうリードするかを考えるヒントにもなるはずだ。昨今、日本企業の活気のなさが目立っていて、この先、現在の環境で働き続けて良いのか悩んでいた。しかし、この本を読んで、日本企業がこれほどまでに世界で評価されていることを知り、視野を広く持ちつつも、このままおもてなしの心を持ちながら働ける環境に身を置きたいと強く思った。もっと私たちは自信を持つべきである。そう思えた一冊だ。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。